回はここ今年3回目の草収穫していきます。3番草ということで量少ないですが作業していきます。ここは昨日刈り取りして、そして1日乾燥させてちょうどいい具合になったので、これからロールベーラーで丸っていきたいと思います。明日から雨降るということなので今日中に終わしたいので、今2時半ですがこれからしていきたいと思います。現在こんなに天気いいんですが、明日からずっと雨が降るということなので今日中にここは終わしたいと思います。今日すごい青空です。秋晴れです。今ここの牧草このロールベーラーで集めているんですが、ちょっと集めてみて分かったんですが、昨日ここ刈り取ってモアコンで買ったんですが、こう草が寄せてあるんです。そして今ここをロールベーラーで草集めてきました。ちょうど草が寄さってあって、このようになっているところの下が全然草カットされていませんでした。なぜかということなので、今回の収量はこの分少なくなると思います。なんでだ。はい、ということでロールベーラーで収穫終了しました。今ラップ作業しているところです。さっきも言った通り刈り取りがちょっと失敗していたようで、こうやって虎刈りのようになっていました。ちょうど刈り取った草の下になっていて、ちゃんと刈られていないのが分かりませんでした。今回ロールベーラーで集めてみたら、その下が見事に草が刈られていませんでした。今回ロール9個しか取れませんでした。1番草2番草は30個以上取れていたので3分の1以下でした。まあ、3番草なのでこんなものかなと思います。では以上です。それではご視聴ありがとうございました。